愚かな男堀真潮。大きな港町、世界で一番の物知りがいると聞き、高名な学者がやってきた。こんな場所に私以上の知識を持つ者がいるとは思えんが、紹介者に大金を払い、ようやく連れてこられたのは町一番の総監。現れた娼婦に学者はふんぞり返っていった。さあ早く世界の一番の物資料を出してもらおうか。私が世界一の物知りですわ。学者は顔を真っ赤にして怒った。わしは世界中の本を読んだ。こんな下賤なものが世界一などありえない。娼婦は嘲笑した。世界中を旅した男が私のところへやってきて、寝物語に見てきた世界を語るのです。若い水兵も軍人も海賊も、ああ砂漠の国の王もいました。あらゆる身分の男が世界中から持ってきた情報が私のところに集まります。種を明かせば単純な話なのに、あなたは花から娼婦だと見下した。私が欲しいのは広い世界の情報、狭い世界に用はない。娼婦は店の男を呼ぶと、男を箱詰めにして連れて行かせた。